ペンネームみふゆ、はい、私は先日中学校の同窓会に行ってきました、もう久しぶりに出会う同級生は同い年とは思えないほどの変貌を遂げた人もいて、いろんな意味で感慨深い同窓会でした。お二人は同窓会に出席したことはありますか？ロックスターが参加する同窓会は女子はみんな俺のものみたいな感じなのでしょうか？まずね、俺たちいくつだと思ってんだっていうことで、まずそういう欲望ももうシュシュシュッとしぼんでるだけではなく、まあ、実際、まあ、僕ら45ですか、もう46ですね、はいはい、同窓会の女性ですか、ね、俺のものかって本当だぞ。いやそんなことはなんでか、ね、なんでかわからないけど考えてない。ない本当だ。なんでかは思い当たらないけど思い当たるよ考えてないね別にね、うん、そうだな、うん、同窓会には行ったことありますか？俺はまあそうだな、30ぐらいまでは、うん、全然30、まあ、28ぐらいまでは。そうそう、細かいことはいいよ。いや、俺の長さは10。もう話がぼやけるから、30と28くは一緒だよ。なんかね、こう、バイト三昧とかしてる頃は、うん、あれだな、全然行ってなかった、うんうん。でもなんかバンドもちょっと軌道に乗ったりさ、ピローゼンしまったりして、うん、そうすると向こうが見つけてくんのかさ、わかんないけど、俺に連絡が来たりして、うん、でそっから、割と頻繁に年一ぐらいで。あ、そう。年一、まあ、俺近いからさ、千葉だから。そうだった。まあ、同窓会って言ってもほら、何十人ってやるのとさ、うん、7、8人でやる同窓会みたいなのがあって。うん、あ、7、8人はね、俺は同窓会って言ってない。そうだよね。だから何十人ってやるのは、まあ、何年も言ってないけど。オフィシャルのやつよ。オフィシャルのやつは、でも、それでも、まあまあ、行ったりはするけどね。そうそう、うん、特に、エピソードはどうですか、なんか。いや、もうなんか、うん、友達がさ、うん、明らかにズラのやつがいたんだけどさ本当に、なかなかな、本当に、いや、そこはさ、お前変わったなーみたいななんかさ、でも本来変わってないはずなんだけどね、ちょっと前にあったよりもなんか若く、そこはでも触れていいの、最終的には触れんだけどね触れたのかよいやでも、そこはデリケートだったけどね、まあでも、まあ和気あいあいとやってますよ。俺はね、同窓会っていうのは基本的にずっと行ってなかったの、うんうん、まあ、あと案内も来てなかったのかな、まあ、まあ、とか行ってなかったんだけど、うん、まあ、4、5年前にだから40ぐらいとかな、うん、だから中学の 同窓会が、まあ、25年ぶりにあるみたいな感じじゃない。あ、そうだな。でちょっと1回ぐらい行ってみようかなみたいな気持ちもあって、うん、いやしかもそれは熱心に誘ってくれる仲のいい同級生もいて、うん、俺山君って呼ばれたから山君ちょっとたまには来てよと、うんうん、言うから、まあ、1回ぐらい行ってみようかなと思って行ったんだけど、まあ、当然その、まあ、皆さん そのビジュアル面でまあびっくりするわけですよ。するね、うん、もう完全先輩に見えるから。いや本当に本当だよね。いや何回も言うけどね、サムラゴーチ事件のさ、ゴーストライターの新垣くん新垣くん2つ年下だからね新垣くんが2つ年下だから あれの2年後が俺と同級生とかでしょ。だから、ね、いや本当大先輩が山ほどいて、もう本当敬語になっちゃうのよ本当に。いや、そうなんだね。いやしかも俺の田舎の方はさ、田舎で結構その固まっててさ、そんなに久しぶりじゃない人たちもいるわけですよ。でもこっちはめっちゃ久しぶりだよ、25年ぶりとか。正直誰かも思い出せないみたいなのあるわけね。だけど同窓会ってやっぱりね、ちょっとなんだろうな、幸せな人が来るんだよ、成功した人とか。いや、まあまあそうだよね。だから俺の仲良かったヤンキーは誰も来てないのね。あ、なるほど。だから俺が会いたかった人には会えずに、よくわからないけどなんか中学校の時の俺との間柄をすっかり忘れた、偉そうな態度で口を聞いてくるやつらばっかりになる。まあ、全部じゃないけどその率がすごい多くて、あ、そう。しかもピローズみたいな中途半端なさ、テレビに出てないような微妙なバンドって、うんうん、音楽詳しいやつは、はいはい、いや山君すごいね、この間ミスチルとツアーやってたじゃんみたいないや本当感動したよみたいなのから言えば、はいはい、まだバンドやってたのみたいな、頑張ってね、大変だねみたいな、今の宮本みたいな扱いするわけよ。あるね、あるね。もう極端で、かと思いきやさ、わけのわかんねえさ、女にさ、
え、何桜井の中にしよう、電話番号教えてみたいな。あおうおう、いや、てめえに教えてから何起きんのこの野郎みたいなさ、あるわけじゃない。同窓会ですよね。そうそうそう、まあまあ、いや、でもこれは心の声で、なんか俺はとりあえず、なんていうの、もう初対面近いような、その40代の、しかもちょっと先輩に見えない人たちに囲まれてるわけだから、うん、ちょっとら丁寧になってんのさ、そうだね、あなんか、他人行儀もあるしね。そう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 、あのほら、なんていうの、まあ、北海道弁も当時の俺よりは抜けてるわけさ、うん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 、だからみんなの雰囲気とちょっと感じが変わっちゃうの言っても、うんうんうん、なのでなんか丁寧にやっててさ、その知らない全く見覚えない男に、え、何お前って芸能人なのとか言われて、でえ違うよ、うん、で隣の人にあのこれ誰だっけって言ったら、うん、いや誰誰だよって言うとよく分からなくて、あ誰みたいに言ったら、ね、ほら転校生のさみたいな、あいつみたいな、うん、おあの野郎か、俺にこんなこと言ってんのみたいな、なんだこれみたいなことがあって、まあでもさ、とは言っても、まあ、まあまあ大人の、ね、対応でね、はいはい、まあとは言っても普通に仲良くする、あの、うん、あ久しぶりだねって話してるうちに盛り上がることもあるし、うん、まあ、平和な時間もいっぱいあるわけもちろん、うんうん、でも普段のさ、うん、俺の生活ってさ、まあ俺に生意気なことを言う人が一人もいない世界で何十年も生きてるじゃん俺。まあいたやつはまあ全員やっつけてきたから、うん、その通りだね。そうだね、だからもう久しぶりなきゃ、そのなんか、うんうん、だからさ、まあ何百人かいて15人ぐらいに偉そうにされてもちょっと記憶に残るような感じになるわけよ、うん、だからああなんて思いながら、でもまあまあ北海道か、あの東京から札幌まで行ってるわけだから、あまあ一応楽しむ気満々で、うん、まあ、1次会2次会3次会と、うんうんうん、行って、もう3次会はもう人数減ってったけど15人ぐらいやって、うん、幹事に大丈夫ここ全部俺が出すからみたいな、ちょっと今日俺張り切ってお金持ってきてくるからさみたいなさ、幹事をまあこそっとやったりとかしながら、うんうん、まあ、俺なりにこう楽しんでたん、うん、いやその最後にもうこれで終わった、でも、女性の友達1人、で久しぶりに会った男のもう俺と入れて3人になったの、はい、でまだカラオケ行こうよみたいなってさ、おうおう、でじゃあ行こうかと、うんうん、なんせほらみんな家帰るけど俺はホテルに帰るから、うんうん、全然つまんねえからさ、じゃあ行こう行こうなんてなって、そしたらなんかね、その俺を挟んで、その男女が、はい、もうこれもうなんとも言えない話なんだけど、うん、中学の時にね、はい、ちょっとその男が片思いしてたみたいな、あ、でも多分25年経ってるわけよ、うん、だけどなんすよまだお互い田舎に住んでるから、ちょっとその何年かおきにその恋愛のモードがすごいんだけど、続いてるらしいのよある程度。そうなの、そう、女性はノーって言ってんだけど、あ、うん、すげえ情熱だと思うけど。すごいな、ね、俺はね20年前はね、101回目のプロポーズとかね、そういうドラマでさ、もう純愛と言われました、今これ完全にストーカーですから、これは。そうだ、でそんなのもありつつ、はい、で俺はまあまあまあって言いながら、でもなんかその女の子怒ってんの、いやもうねもう山君こいつが私何したか聞いたら絶対キレるよとか言って、俺がなんて、まあ、今日はいいじゃんとか言って、まあ、いろいろもうごっちゃごちゃしてんの、もう、まあ、酔っ払ってるし、ごちゃごちゃしてんね、うん、でまあカラオケ行こうよってこう、うん、3人で腕組んで歩いてさ、うん、小雨で降る中も傘しやすせず、うん、でもなんか俺は、あ、そう、その男がね、はいはい、俺ちょっともう金ねえわって言うから、あ、大丈夫、俺今日ね張り切ってお金持ってきたって言って、あ、本当って言ってさ、でもなんかやっぱ同い年だし、はい、こう相手の顔を立てる意味で、いや今は最近ちょっと調子いいけどね、こういう仕事だからまた俺落ちぶれるから、うん、今度会った時おごってよって、っていう風に言ったわけよ、まあ、気を使ってね、普通だね、うんうん、そしたら、いやだよ、なんでてめえにおごんなきゃダメなんだよって言われて、もう意味がわからないじゃん、いや、しかもまあまあパシリン使ってたようなやつなのよ、はっきり言って、もう完全ハゲてるけど。でもで、っつってさ、うん、いやもうどうしたんだよそんなこと言ってさみたいな感じだったんだけど、そっからそのまた男女の会話があって、あ、途中で俺はバチッてなって、もう傘バーン投げて、三越のさ閉まってるあのガレージにもう首絞めた状態でガーンって手でぶっ殺すぞお前中学の時の俺忘れてるかボケってなって、25年ぶりにまあ、会って俺がその最後に言ったセリフが次見たら殺すからなって終わったって、それで置いてきたの、いやもうすいませんすいませんって言ってるのを、まあ、うん、次見たら殺すからな、分かったら殺すからなって言って
楽しかったんですか。まあだからまあ、まあ二度と行かないね。いまあ、ね、二度と呼ばれないね。いやでもそうね。いや、いいものでもあんだよ。レア、レアケース。